砂なんて、そんなもの。だったら、あんたも生贄狩りに協力したらどう？覗き見か。悪趣味だな。何度も言っているだろう。お前らに協力をするつもりはない。人間なんてどうでもいいし、あのガキどもに恨みがあるわけじゃない。残念ね。だが、あの連中をこのままのさばらすわけにはいかない。人間の力を借りて進化した奴らなぞ、絆なんぞ、すべて俺が倒す。よし、出口だ。みんな。あ、見ての通りさ、タクマ。みんなずっとこんな調子なんだ。あんなことがあってピンピンしてる方がおかしいって。ミノル、気持ちはわかるけど、そんな風にトゲトゲしい言い方、ミノルらしく。人が死んでんだぞ。リョウも、シュウチ先輩ももういない。ケロッとしてるお前の方がおかしいだろ。僕だって平気なわけじゃないよ。あ、そりゃそうだよな。怖い顔してるけど大丈夫？僕は大丈夫だよ、アグモン。少しでこの辺り危険はないのかな。周りに敵の気配はしないぞ。大丈夫。そうだな、アグモン君がそういうのであれば。君たちは今とんでもなく疲れているはずだ。無理はしない方がいい。教授の方こそ。ねえ教授、今までどこ。そういえば、正直無事では済まないと。こうして会えて本当によかった。私ももうダメかと思っていたよ。だが運が良かった。途中で気を失ったので定かではないが、おそらく落下途中でどこかにぶつかり転がったことで衝撃が和らいだ。落ちた先にあった水に押し流され、さっきの水路の中まで流れ着いたようだ。意識を取り戻した私は君たちと合流しようと。だがその際にこちら側、元いた島とは別の島の探索の結果、そのことに気づいた私は水路へと引き返した。水路を逆に抜ければ君たちの元へ戻れるんじゃないかと考えたんだ。そしてさっき、なんそうだったんですね。だがもう少し早く君たちのそばに戻れれば、少なく。教授。さて、君たちはしばらくここで休んでいなさい。一人で動くのは危険じゃないですか。その辺はわきまえているよ。もし異変があったらすぐに君たち、戦いでは役に立てない。君も気づいているとは思うが、今の君たちに必要なものは休息だ。ならば戦いで消耗していない私が周囲の警戒を担当する。わかりました。
もちろんだ。では。ケニモンが見せた幻か。いや違う、シュウジがやつウェンディモンに食われて、そのウェンディモンだって霧から伸びた無数の手に飲み込まれて、リョウの時と同じようにいなくなった。ごまかすなよ、シュウジは死んだんだ、リョウと同じように。それはなあドラクモン、お前たちは何なんだよ。俺たちが見たありゃ何なんだよ。俺にも分かんないよ。分かんないじゃねえだろ、こら。俺たちの命がかかってるんだぞ。ねえ、さっきこのままじゃみんな。いや、近寄らないで。そんな、あんまりよ。フローラモンはサキを心配してるのに。ねえ葵、そうだよね。そう。でも俺、サキ、なあ、お前たちは本当に俺だ。当たり前だ。当たり前ってどうしてそんな風にあっさりしてんだ。お前は俺たちの完璧な味方だって証明。ここまでお前たちと一緒に戦ってきたことが何よりの証明ではないか。確かに今までずっと俺たちを助けてくれた、ずっと仲間だと。あい、でも本当はどうなんだよ。今だって心配してるふりして俺たちを罠にはめようとして。ミノル、いい加減にするんだ。この子に及んで俺たちのことを疑うのか。はあ、偉そうに。な、大体敵対す。ならば言うが、俺たちがついてなかったらお前ら人間の子供などとっくに負けていた。じゃあお前らは俺たちのこといつでも始末できる立場だってことなのかよ。どうしてそう悪いようにばかり考えるんだ。なあミノル、気持ちはわかるけど今はその辺。あ、タクマ、俺もうどうしたらいいか。やっぱり二人とも冷静じゃないよ。落ち着いた方がいい。二人とも？うん、ファルコモンも冷静じゃないよ。少し言い過ぎじゃないかな、ファルコモン。ミノルの気持ちも分かってやってほしい。どういうことだ？ただでさえ右も左も分からないこの世界で、みんな自分の命を、ま、君たちといることが本当に安全かどうかミノルが確かめたくなるのも無理もないことだろ。お前も俺たちを疑ってるということ。それは お前たち人間にとってどうせ俺たちは
そこまでは言ってないよ、ファルコモン。ただ、ミノルの不安も分かってほしいって。どちらも同じことだ。もういい。ファルコモン、どこへ？お前たちなど、相手にする時間が惜しい。ファルコモン！放っておけよ。こんな俺の肩を持ってくれて。ありがとう。ミノル。ファルコモンを引き止めよ、タクマ。ああ、アグモンの言う通りだ。戻ろ、ファルコモン。ミノルと…アグモン…お前こそ、なぜこの人間のもとに残る？俺たちは悪者だと。僕にとってタクマは。そうか、俺にとってもミノルは大切であるはずなんだがな。わかった。俺の方こそ少し取り乱していたようだ。アグモンとお前に免じて、今回は戻ることにしよう。ありがとう、ファルコ。
もん。
Thank you.
そろそろ体は休まってきたと思うけど。地下水路を抜けるまでは大変だったけど、仲は良かったはずなのにね。みんな歩ける？いつまでもこの辺りばかり調べてられないし、そろそろ教授と合流しよう。わかったよ。何か話そう。何か何でもいいよ。愚痴でも不満でも、これからどうしたいかでも。こうしてみんな歩き出せたってことは、疲れはそこそこ取れたんだろ。だったらせめて
気持ちを言葉にして、この先どうするかを。賛成。うちもう空気重い。お前、おとなしくしとけよ。まだ疲れたか。疲れてはいるけど、そんなのふかふかの布団で寝なきゃ治らないよ。無理してでも探索して敵の本拠地を突き止めたりとかしてさ、そういうなんか明るいニュースを見つけられたら。ん？たくま。こんな状態で。もう変なところで遠慮しないで。私はサキの味方だって。ずフローラも戦っ当然よ。みんな油断。ファルコモン、頼む。俺たちの力を恐れていながら、しっかり利用はするんだな。揉めてる場合じゃないでしょ。集中しないとやられちゃうってば。仕方ない。手伝おう。ベビーフレーム。おっと、俺の番だな。私の番ね。行こう。
スマッシュ。Thank you.
番だね。
ます。俺の番だ。俺が行こう。スクラッチスマッシュ。よし、俺の番だ。Thank you.
どうにか勝てたみたいだ。そうだな。でも敵の様子が変だった。そんな気がするのは俺だけか。いや、明らかに違ってた。もしかしてこっちの味方が相手とグルだったとか。違う、断じてそんなことはない。修二さんも、それ運命だなんだっていう、なんであいつらはあんな形で死んじまったのか説明してみろよ。何が彼らをあんな風にさせてしまったのか、彼らの運命がどうして俺にはなぜなのか。俺見ろ、お前たちだっていつそうなるかわからないってことじゃんか。本当にお前たちは俺たちの味方なのかよ。つまりミノルは俺たちを撃て…違うよ、僕はタクマを傷…お姉ちゃん、悲しいの？悲しいなら聞かない方がいいよ。だってこの人たちは…おいアグモン、本当にそんなことないと言い切れるのか？絶対タクマは僕が守るんだから。葵、私だってそうよ。葵のこと助けたいの。だから。分かってる。分かってるからこそ申し訳ないのよ、ラブラモ。そんな、葵。もうやめてくれ、カイト。これじゃみんなに不安が伝わっていく。不安のもとはそっちだろうが。責任転嫁すんなよ。お兄ちゃん、言い過ぎ。分かった。もういい。もうたくさんだ。ファルコモン、どこに行くんだ。お前たちのいないところだ。信じ合えないのなら、共にいる意味はない。
さようならだ。ファルコモン！おい、みんな、こんなところにいたのか。商店街を抜けた先まで行ってみたんだが、そこにも朽ち果てた町が見えた。敵地とばかりに警戒したのだが、元いた島とこちらで特段変わりはない様子だ。そうですか。とはいえ、ざっくりと眺めただけだ。まだ何か潜んでいる可能性はある。休憩が十分なら、新たな発見を求めてみんなで町へ移動した方がいいと思うんだが。そうですね、行ってみる価値はありそうだと思います。みんな、探索しながらファルコモンを追いかけ。タクマ、まだこの様子だと厳しいと思うぜ。おや、ファルコモンはどうしたのかな。それが、あいつどっか行っちまったんだよ。なるほど、意見がぶつかり合ってしまったのかい。別に、あいつが勝手に俺たちから離れてっただけだ。そうか、辛い目にあったんだ。心が疲れ、すれ違ってしまうのも無理もない。そうだな、心がすれ違っている今だからこそ、君たちに聞いてほしい話がある。聞いてほしい話。私はずっと考えていた。古より伝わる話の中で、薬剤を退き、使役者を守ると言われる獣神伝承と、君たちが今一緒にいるこの獣神たちとの関係を。そういえば、教授は敵のことを獣神って呼んでいましたね。ああ、間違いない。まさに彼らこそが獣神だ。神といっても広く信仰を集める存在ではない。性質で言えば、つくも神に近いとも言えるだろうな。思いを受け止めて力を返すところは、どこか神らしい流れを持っているとは思うが。難しい話はやめてくれって。もっと分かりやすく話してくれよ。なら、聞きたいことはないか。何かあれば質問してくれ。その方が君の望む答えを返しやすい。質問だって。じゃあ、なんで襲ってくるのと襲ってこないのがいるんだ。それは、刺激する者の心を反映する。え？古い文献の神隠しにまつわる記述だ。獣神はすなわち鏡である。パートナーとなった人間の心の在り方次第で、獣神は様々な存在に変化してしまう。気高い心の持ち主ならばまっすぐに、不安定な心の持ち主ならばまがまがしく。君たちのそばにいる獣神たちの進化は、それぞれの心の現れなのだろう。心の現れ。不安定な心って。例えば恐怖、例えば不安、寂しさ。獣神が心の映し鏡であるならば、そういった、そういう意味では、今の君たちは非常に危険な状態と言えるだろう。警告しておく、無理はしないでもらいたい。
これは君たちの命を守るためでもあるんだ。獣神の使い方を誤れば、その咎は自分自身に跳ね返ることになる。彼らが守りたいと思う人間、すなわちパートナーの心の在り方が、獣神に結びついた人間、その全員の行なあ、なんで俺たちは獣神と結びついたんだ。すまない、その質問に関しては確か。そっか。でも獣神の祠に僕たちが揃ったのにも。ああ、おそらくな。しかし、それだけでは説明できないこともある。じゃないよ。そうよ。不安定な心が獣を変える。じゃあ俺がファルコモンにしたことは。ミノル、大丈夫？なあタクマ、俺ファルコモンを探しに行きたい。うん、俺ひどいこと言っちまった。教授の言うことを信じるなら、獣が人を襲うのはそばにいる人の心が原因。つまり俺が今感じてる怖がって疑う気持ちや言葉があいつに悪い影響を与えちまうんだろ。だったらあいつが悪い進化をしたら、それは俺の心のせいってことだ。あいつは悪くなかったんだ。なのにあいつはひどい言葉を我慢してくれた。怖がってばっかりな俺を、あいつずっと助けてくれてたんだ。だから俺さ、合わせる顔なんてないけど、もし俺が不安な気持ちでいたせいであいつを悪い方向に進化させたらって思ったら、それはダメな気がするんだ。そっか、きっとまだ間に合うよ。ファルコモンと仲直りしよう。ファルコモン、きっと喜ぶぞ。僕も手伝う。うちもみんなでファルコモンを探そう。ありがとう。みんな待っててくれよ、ファルコモン。